お疲れ様です。さあ、フリースタイルの秋です。レオンです。はい、今回はですね、はいはい、JFLC 終わりました。そうですね、終わりました。終わって今後何があるのか。フリースタイルフットボール業界、まあ日本国内のみならず、まあ、国際的に何があるのかっていうのを、ちょっと今日は。そうね、 JFFC っていうでかい大会が終わった直後だけど、こんなんじゃまだ終わらないよっていう、はい、意外と夏にかけていいイベントがポンポンポンと、特にビッグでもう世界が注目する。世界規模まず2つあります。はいはい、スーパーボールとレッドブルストリート。はいはいはい、もう本当に実際フットボーラーなら誰もが知ってる世界で一番大きい2つの大会ですね。世界大会って呼べる2つの大会だから、レッドブルストリートスタイルは毎年じゃないか、ほぼ毎年2008年からやってる、大会で、今年はファイナルがクロアチアで、あります。暑いね。はい、暑い。なんか聞いたところによると会場もいい感じっていう。あ、そうなんだ。へえ、いいね。超サクサクと、まあ、今回は、レッドブルストリートスタイルは日本予選、地域予選、そしてワールドファイナルに行く16名っていうのがあるんですけど、日本予選と地域予選はオンラインで行われて、でなんならもう今もうこれを撮影してる真っ最中に、日本を代表する伊吹くんが地域予選、大陸予選ですね、アジア予選戦っております。インドと韓国のフリースタイラーと今アジア予選をやっていて、アジアから3枠かな、3枠出られるっていうので伊吹くんが日本を代表して、皆様、日本の皆様めちゃめちゃ応援してあげましょう。はい、ちょっとオンラインなので応援しましょう。ちょっと見れないとか見にくいんですけど、まあ勝つかな、勝つと予想的には勝つ。そして、女子もいいけど、そうね、アジア予選のこと、日本がもう結構、多いというか結構どころかめちゃめちゃ多いよね。萌池、花、由美、舞、かな、美晴、いやーすごい、6人もいるのはすごい。アジアではやっぱ日本が強いのかな。めちゃめちゃすごいね、思います。いや本当にこの中で何人最後のファイナルに行けるか。いや、最後のファイナルに行けるのは女子だと残念ながら1人なんですよ、アジアから。あ、そうなんだ。アジアから1人、ファイナルが8人だから。マジか。そう、うわ、めっちゃ狭き門だね。この中で1人しか行けないけど、アジアの中だったら日本人ワンチャンあるかなって思って。そうね、うわ、なんか今日本人が2人か3人一緒に行くっていうところを思い描いちゃったけど、そうはいかないろ。頑張ってください。お願いします。はい、レッドブルストリートスタイルっていうののまさに今アジア予選が行われていて、ファイナルが10月か11月にあるっていうので、まあそんな感じです。はい、はい、で次スーパーボール。はいはい、スーパーボールっていうのは簡単に言うと、レッドブルストリートスタイルっていうのが国別の代表1人ずつ、各国1人が代表して世界で戦うっていうものなんですけれども、スーパーボールはぶっちゃけ誰でも出れる、エントリーさえすれば本当に誰でも出れる、誰でも出れる。けど逆に言うと誰でも出れるからこそ規模感が世界で一番すごいし、強い人もめちゃくちゃ集まる。それこそ日本とかも本当にいい例だと思うんだけど、レッドブルに1人しか行けないのに対して、スーパーボールからだとそういう強い国からでも何人でも出る。そうってことはレベルが超高い。そう、まあ、レッドブルも国を代表してっていう格好が良さがある大会だけど、スーパーボールは本当に一番規模のでかい大会のチャンピオン、トップの人たちだからね。それもそれでまた強い、はい、っていうのが8月のすぐですね、3週間後、8月の8日から1週間ぐらいかけて、ね、ちなみに僕たちも行きます。はい、日本からは結構今年3年ぶりに日本から、コロナとはちょっと自粛みんなしてたんですけど、今年は日本選手が結構行くので、そこら辺もお伝えできればなと思って。いや、そう、本当にもう日本人が参加するのは本当に久しぶりだから。スーパーボールのもう一つの見どころとしては、バトルだけじゃなくて、いろんなカテゴリーがあって、ショーケースみたいな、そういうカテゴリーだったり、また例えば3つの一番難しい技の組み合わせをやってきた勝ちとか、一番長い
コンボ、長い連続技でその立ちとか、本当にいろいろありますよね。いろいろあるから、またそこも面白いところなのかなという感じで、ライブ配信をされる、絶対されるので、ぜひ見たいって思った方は、いや、でも見てください。まあフリースタイラーに関して、個人的にフリースタイルやってるやつらには、ちょっと見てほしいかなと思う大会です、個人的には。僕らも今年は初出場なんですけど、今まで必ず毎年ライブ配信を見てた。必ずやっぱレベルは高いよね。そう、日本とはまた違う感じのフリースタイラーが多いんですけど、やっぱ日本がかっこいいっていうのはちょっと分かるけど、うん、また海外の良さ、ストロングスタイルというか、そういうのに立ち向かっていく日本人っていうのも多分見れるんで、ぜひ見ていただければなと思います。いやもう本当に、あと僕らの応援もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、マジ楽しみだ。そんな感じ。JFFC 終わってからもまだまだあるぞっていうので、フリースタイラー、特にフリースタイラーの人たちは知っていただければなと思います。夏以降も俺ら的には知ってる範囲で結構冬までまだ全然続くような感じなんで、イベントは、まあ、またまたおいおい。モチベーションはめちゃめちゃ高まると思うし、本当に積極的に見て、参加できる、自分が参加できるようなものは参加していったりとか、他のイベントもね、ぜひしていってください。はい、またスーパーボールは、はい、詳しいことはまたまた、そうそう、僕らも行くので、まだまだ動画たくさん撮ります。はい、ぜひそちらをチェックお願いします。そのためにもチャンネル登録と高評価をお願いします。そんな感じで